巨像。もう死んでもいい。うるせえ。リム、顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー、それ、わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって、壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか、じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。そう、ムクチーは昔からあるけど、私にはわからないわ。合成の理屈は、こいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに、今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて、息の合った二人にしか使えないから。腕が4本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、4本あればいいのかしら。任せてちょうだい。
当然の結果ね。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。お、腕が鳴るな。さあ食え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 。任せてちょうだい。
少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。任せとけ！貸しとくぜ！
宴だ。さてと、行くか。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。